はい、もうお昼ね1時近くなっちゃったんですけど、お昼ね食べるとこ稲の花ってところを今行ったんですけどね、ご飯がなくなっちゃったってことで、でまあペット OK っていうまあことだったんですけどもね、うん、ペット OK っていうことだったんですけど残念でしたね、いっぱいいっぱいで、結構狭いとこなんでね、まあ車もねギリギリ止められたって感じなんですけど、まあそこで再検索してですね、ここは伊豆高原ビール、あビールじゃなくてなんだ、うまいもんどこということで、漁師飯ですね。あビール飲みたいんだけど無理ですね。はい、ペット OK ですってことですね。あメニューここにありますね。もっとあるんだろうけど、あまあ中に入ってからね決めたいと思います。はい、入り口入ったらですね、まあ、正面右の方がドッグ OK 愛犬同伴席って、まあ、こんな感じでねワンちゃんの席はまあこういう感じで立ってますね。あいいじゃないですか、なんか落ち着きますね。どこにしましょうか。まあこれ改めてもう一回映しますけど、ここがペット同伴、まあ、今日たまたまねお昼の時で空いてたんでね、えらいちょっと嬉しい。さっきのところがいっぱいでよかったって感じですね。あーガイちゃんいいとこ見つけちゃったね。いいじゃないですか。ほら大ちゃんこっち見てください。大ちゃんご飯は、ご飯食べるね。ご飯食べる、うん、大ちゃんもねご飯ご飯ご飯くださいって、はい、大吉くんはまあまあ食べ終わりましたか。はい、ごちそうさまね。はい、ごちそうさま。じゃあ次ママとママの時間ですね。じゃあキョリンさんはこれですかね、国産豚バラ焼き定食で、あとパパはパパはまたこれ名物を食べましょうね。はい、これにしましょう。おやつはまたそれだけ、あらこれあったんだ。ワンちゃんも旅行の思い出にマグロを食べよう。旅行に来たのにね、無添加焼きマグロ。あ、本当食べなかったら、あ、じゃあ一つ500円の、あ、そうか、それもこれだ。それも小型のやつでね、うん、そうかそうか。あそうだったんだ。自分たちだけね、美味しいのばっかり。ワンワンワンでね。あ、そうだそうだ。美味しくて食べちゃうかも。今食べられたら食べあげちゃえば、うんうん、ね、ラッパになっちゃうんですけど、うん、あこれ大ちゃんのね。大ちゃんのすごいな。あ大ちゃんすごいな。はい、焼きマグロ来ましたね。大ちゃんの大ちゃんのご飯、あら食べてみますか。大ちゃん食べてみるね、食べる。これ大ちゃんの、じゃあちょっとずつあげてくださいね。はい、お座りして、一個して、一個して。おいちいの。ちょっと待って。あ、お座りして、ちゃんと。おいちいの。ねえ、あれ。大ちゃん、おいしいの？はい、じゃちょっとね、もうね、はい。はい、ごちそうさまね。美味しかったね、美味しかったね。びっくりした、釜飯で持ったかと思った、味噌汁だった。いや味噌汁だってこれ、ね、300円課金してもらってるんで、立派びっくり。マグロ食べたのね今ね。マグロ食べた、美味しかったの。その前にご飯食べちゃったんで、そう、あんまり食べさせちゃったら、全部食べちゃったんだけど、よかったね、マグロ食べたね。マグロちょっとじゃあ落ち着いて、消化するまで、うん、消化するまで ね。いやびっくりしたねこれ、うん、これお味噌汁だって、びっくり。後でね、後でね、後でね、大ちゃんね、あ
後でね。いやここいいお店だね、親切で。びっくりした、よかった、あの店ご飯がなくて。はい、味噌汁もね5分待ってくださいってことだったね。あ、できました、できました。甘エビとカニの味噌汁、ママの方はあら汁。いやこれ300円ってすごい、これね、びっくり。はい、あとこれ、これが、これは模型ですけどね、これが本物です。これ本物来ました。で、キョリンさんは手によって大盛りご飯と豚ですね。はい、こんな感じで、はい、いただきます。大吉くんはマグロ食べたもんね、マグロ ね。残りはよ、途中経過ですけど、味噌汁もすごい出汁出てて、うまい。大ちゃん、はい、それではね、もう料理の方を全部食べ尽くしました。味噌汁もかっこよかったな、ね、すごいね、ボリュームもあってね、美味しかったよね。これね、味噌焼き、豚肉の味噌焼きなんですけど、鉄板でなんか焼いてこれでて、とっても美味しかったです。はい、味噌汁も完食です。ね、こんなんなくなっちゃった、こんなあったのね、ね、こんなあった、はい、ごちそうさまでした、大ちゃん。大ちゃんは、大ちゃんは眠い、昨日寝てなかったからね、あんまり寝てないもんね、ロー、ね、大ちゃん何不定寝してんの、ね、あんたもマグロ食べたじゃんよ、大ちゃんも食べたでしょ、マグロ、マグロ。はい、さっきのね、漁師飯、漁師飯のところから、まあ、ちょっと、まあ、戻る感じになりますけど、まあ、愛犬の駅ってね、なんか右側に、まあ、戻ったんで左側に入った形なんですけど、まあ、愛犬の駅ってあるんで、まあ、ちょっと中入ってみましょうか。まあ、ドッグランとかなんかいろんなのがありそうですね。はい、ここがあれですね、愛犬の駅ということでね。スタッフの力が足りない。あ、大丈夫だ、大丈夫ね。愛犬の駅、はい、入り口こんな感じですね。はい、ワンちゃん専用トイレっていうところもあります。そうなんだ。あー、ここでチーチーと、ワンちゃん専用トイレですか。なんかちょっとあれな気もしますけど、あ、ここでチーしちゃってる子もいますね。一緒にあれですか、写真撮りましょうというやつですね。フォト、ワンバスフォトって書いてあるんですね。写真撮りましょうってやつです。はい、じゃあ早速ね、中入ってみましょう。いろんなグッズとかも、グッズとかもね、あれなんだ、ですね、店内、まあこんな感じですかね、ワンちゃんグッズ。はい、あ、こういうバッグもあるじゃない。なんかね、いろいろグッズとかがね、こう、ほら、リードとかハネスとかね、いろいろね、グッズとかあって、大吉くんはやっぱりおもちゃが好きなんで、イカ買ってみますか。イカちゃん可愛いですね。イカ、タコも可愛いけど、タコちょっと大きいんで、顎がね、噛めない、噛みづらいから、イカちゃんにしましょうね。イカちゃん、イカちゃん買ってあげましょうかね。あと、まあこんな感じ、こんなのもありますよ。はい、まあ、この辺はガムとか、この方は顔つけないとかあるんですけど。あ、大吉くん待ってましたか。愛犬の犬っていう感じで、なんかこれ宝くじですか。
15組の713、713番台の、713番なんですけど、4月8日に、あれですね、抽選、ということです。はい。はい、大吉くんは、じゃあ、大吉くんにはじゃあ、イカくんだけど、はいはいはい。はいはいはい。あれ、早くよこせということで、イカくん。大ちゃん、いっぱいいらないの？いるの？いるの大ちゃん、いるの？夢中になっちゃって、むしゃ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 。ピッピッとむしゃむしゃいらんの？イカの丸焼きですね。ピッピッと。ともね、こう今窓側の席にしましたけど、みんなここはね、こうワンちゃん連れてね。立ち寄るところになってますね。大ちゃんはね、買ってパパに買ってもらったおもちゃでね、うん、遊んでるのね。ちょうどいいよ。ちょうだいよ。ちょうだいよって言ったの。言ったな。欲しいの？え、なんて？ちょうだいよ。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 見て。エレキング。エレキングこっち見て。ダメだ。イカに夢中で。イカがいかがですかって。ごちそうさまでしたってことでね、いっぱいお友達ね、いましたね、お友達。屋内のね、ドッグランもありましたけども、まあ、野外のドッグランってことで、10時から18時、1頭900円、1名350円。まあ、ということで、まあ、そういった金額がかかりますということですね。まあ、これちっちゃい、ワンちゃん用とか、いろいろ分かれてるんでしょうね。ね。あらら、走ってますね。人間が入るのもお金がかかるのかな？うん。はい。